はい、皆さんご注意しておりますです。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。マシン。あ、これ何？なんて読む？重ねてと、あ、知らない。の、リンゴフランス。重ねてとですかね。まあいいや。フランスパン生地に、蜜漬けのリンゴと、リンゴジャム、チーズクリームを包みました。あ、いくら？ 120 円。ちょっと不思議そうな味の感じですね。あ、ボーカロイドでしょうね。まあ間違いないですよね。もうなんか、初音ミクの、なんて言うんでしょうかね。あの、関連のサブキャラ的な、ボーカロイドがいっぱいあるみたいなので、よくわからないですね。フランスパンですね。うん。柔らかめのフランスパンって感じです。いただきます。うん。空洞。すっごい空洞。何これ、なんか奥に何かが入ってる。これはリンゴかな、リンゴですかね。今んとこなんかよくわかんない。多分リンゴですね。うん、まあ、普通かな。チーズクリーム。わかんないな、あんままだ。うん、リンゴジャムね。まあ、普通でしたけど、まあ、パッケージがね、可愛らしいみたいにいいんじゃないかなと思います。これ。ちょっとね、これが何て読むかを知りたいな。重ねてとですかね。推測ですけど。重ねてと、違う。音。音はねって読みますよね。初音ミクも、鏡音リン。鏡音蓮もですんで、おそらく、あー、伝わりましたね。重ねてとでしたね。2チャンネルから発祥したバーチャルアイドルみたいな感じなんですね。重ねてと、すごいね、こんな名前を思いつかないですよね、普通に。ただ、ねっていうキーポイントがあるんで、キーワードがあるんで、そこからしたら、やっと、まあ、こういったものをアイデアとして名前が浮かぶかなって感じですよね。でも、鏡音凛とかって、すごくなんか、いい響きですよね、名前って。でも、重ねてとって、なんかちょっと不思議ですよね。直しかにも出てきますね、てとってね。それとは関係ないと思うんですけど、まあ、まあその話いいですね。はい。ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、重ねてとのリンゴフランスでございました。ありがとうございました。